3階フロアに時計店が立ち並ぶ、様子時計の聖地とは、東京都中野区中野5丁目にある複合ビル、中野ブロードウェイ内3階フロアの時計店、密集エリアのことを指す。1987年より、最初の時計販売店がオープンしてから2020年現在では、大小13店舗が立ち並ぶ、世界的に見ても類りのない密集率であり一部の、 マニアの間では2000年代初期より時計の聖地と呼ばれていたが2019年には中野区の公式観光案内サイトにおいても時計の聖地というフレーズが使われるようになり2020年にはテレビ番組などの大手メディアでも時計の聖地として紹介されるようになり時計の聖地というフレーズが日本国内においては中野ブロードウェイ3階の時計販売店 密集エリアのことを指す呼び方として定着した。近年は中野ブロードウェイ内への時計店の出店が進み2017年から2020年にかけて6店舗もの時計店が新規にオープンしている。もともとサブカルチャーの聖地として知名度が高かったこと、狭く回りやすい一つのフロア23店舗も時計販売店が立ち並び豊富な在庫量があること、政策による 観光誘致と免税販売促進の効果もあり、週末ともなると外国人観光客がフロア内に溢れている。そして外国人観光客に対応するため、各店舗では外国人スタッフも雇用しており、各店内には中国語や英語など様々な言語が飛び交っており、日本とは思えない独特の空間となっている。ショーケースの高額時計時計店のショーケース、ありがとうございます。